トロムソは、ノルウェー北部、トロムスをフィンマルク県に位置する都市である。トロムセ、トロムセとも表記する。ノルウェー北部地方及びトロムスをフィンマルク県の中心都市であり、またいわゆるラップランドの中では、ムルマンスクに次いで第2の規模の都市である。北極圏内に位置しているが、メキシコ湾流の影響で、同じ戸の他の地域と比べれば気候は穏やかである。 水産業の町であるとともに、学術都市でもあり、白夜や,やオーロラといった北極圏特有の自然を体験できる観光地でもある。トロムソは北極圏に入って3 5 0トルほどのところにある小さなトロムス島を中心とし、西側の島々と東側の本土とを合わせた地域を管轄する自治体である。自治体としては、 カール水ンガンストロフヨードボールスフヨードと接しており海を挟んでレンビッチに面している。トロムス島は21平方キロメートルの小さな島で中央部にプレスト湖があり最高点は北部のバーゲンである。中心市街は島の南東に位置しているが島のほとんどが市街化されている。ただし南北に連なる丘陵地帯には森林が残され西岸には 農地もある。自治体人口の半数はこの島に居住しており、人口密度は平方キロメートルあたり1500人ほどである。西側のクバル島はノルウェーで5番目に大きな島である。山がちな島で最高点はストアブレーマン。トロムス島とはサンドンズ海峡橋により接続している。橋の近くにクバルを忘れたという市街地があり、さらに海峡沿いに南西に向かって、 住宅地が拡大しつつある。トロムソの管轄地域には、北側のリンバソや島とリーバベネスや島のそれぞれ一部が含まれ、さらにサマーイア島、ヒリスイア島、ベンクスイア島、ハコウヤ島といった小さな島々と、その他無数の無人島がある。東側の本土は、サーミゴデスタランジャーガという名の半島で、トロムス島とは、 トロムソ橋及びトロムソ海峡トンネルで接続しており、トロムスデリーニやタマソードといった市街地がある。さらにウールスフィヨルドを挟んで、リンガン半島のツケネガンと、トロムス島の南のマランガン半島の先端部分が、トロムソの管轄地域に含まれている。リンガンとの境界は、リンザールパンという山脈になっており、トロムス県の最高峰ジョバハコバーリがある。 本土側フローや山からの眺望。中央がトロムス島で、背景が空、バル島。トロムス島から、手前の本土にかかるのがトロムス橋。トロムスは亜寒帯湿潤気候である。秋から初冬にかけて降雨が多く、永久凍土もない点は、北極圏では珍しく、北方海洋性気候という呼び方をする場合がある。ノルウェーでは、降雪の多い地として有名であるが、 これは年により差が大きい。1997年に240センチメートルという最多積雪の記録がある。北、大西洋海流によって温められるため気温が高く、1月の平均最高気温は低く、摂氏2度となる。これは北緯約43度に位置する札幌市と夜平区内の北海道農業研究センターにおける観測値とほぼ同じ数値である。さらに、 西へ進んだサメロイ島では1月の平均気温は摂氏1.9度である。史上最低気温は1985年に記録された摂氏20.1度である。夏は涼しく、7月の平均気温は摂氏12度しかない。日中の気温は通常これより暖かいが、摂氏9度から摂氏25度までは荒らつく。1972年の夏には、 史上最高気温摂取30度を記録した。通年で最も暖かかったのは2005年であり、年平均気温が例年摂取3度のところ摂取4.38度だった。トロムソ郊外は森林限界を超えており、鉱山性の気候である。極夜のトロムソ市外極夜はおよそ11月下旬から1月中旬まで続くが、当時であっても数時間は、 白明があり完全に暗黒が続くわけではない。極夜が明けると速やかに夜が短くなり、2月下旬には朝8時から夕方4時まで日照がある。2月下旬から雪解けまでは積雪と日照が組み合わさるため非常に眩しくなる。その差が劇的であるため、ノルウェー人は冬をムーアカティドとセインビントアとに分けて呼ぶことが多い。一方、 白夜ヤヤはおよそ5月中旬から7月下旬まで続く。トロムソはオーロラを観測するには絶好の土地であるが、4月下旬から8月中旬までは、白明と白夜によって暗黒にならないためオーロラを見ることはできない。最終表記が終わった頃から人間が定住しており、確認できる最古の文化は、サーミ人たちによるものである。旧世紀になると、バイキングが進出し、 当時イングランドのアルフレッド大王に越見して、北欧についての知見を伝えたハロガランドのオッタルという冒険者は、現在のトロムソの南あたりに住んでいたとされる。ホーコン四世一世の1252年に、最初の教会エケレジやンクタイマリエでトラムズ、ジャックス・タペイグノスが混流されたという記事が、トロムソに直接言及した最初の文献である。 当時最北端のキリスト教会であり、信仰と交易のために、周囲から人々が集まる拠点として機能していたと考えられる。この頃、カレーリアやロシアの侵入に抵抗するために、スキャンソンという砦が築かれた。トロムソ大聖堂1789年ベルゲンの独占貿易体制が崩れ、1794年にデンマークオークリスチャン7世から交易特権を得た。 この時の住民はわずか80名ほどだったが、間もなく重要性が増して、1804年にはハロガランド市教区が設立された。1812年、ナポレオン戦争に関連してイギリス軍の攻撃を受けるが市内は安全に保たれた。1838年に全国的な地方自治体制度に組み込まれる。19世紀に、 北極圏での狩猟や漁業が活発化するとその交易拠点となり、東はアルハンゲリスクから西はボルドーまでと交易していた。また19世紀の終わりには北極探検の出発点としても有名になった。ロアールアムンセン、ウンベルトノビレ、フリチョフ南センといった探検家たちはトロムソで北極圏についての経験を積み、また隊員を募ったりした。 こうした活動に伴い害は発展し、北のパリと呼ばれるようになる。1848年には、市販学校、造船所、トロムソ大学の前身となるトロムソ博物館が開かれ、1877年にはマック醸造所ができた。1927年には、オーロラ観測台が設立された。第二次世界大戦中の1940年4月9日、 ナチスドイツが北欧侵攻を断行し、まもなく、ノルウェー南部の諸都市は占領されてしまう。北部地方の指揮官だったカールグスタフ・フライシャーは、バドソーに滞在中だったが悪天候のため、身動きが取れず、翌日トロムソに移動して、軍民の総動員を命じた。4月29日に、イギリス海軍の軽巡洋艦グラス号に、ノリ国王奉魂7世をはじめとする政府が、 モルデ経由で脱出してきた。彼らはトロムソに臨時政府を置いたが、イギリス海軍が撤退することになり6月7日に、従順洋艦でボンシャーに乗って、イギリスへと亡命。トロムソはナチスドイツ及びその傀儡政権の支配下に入る。結局、1944年11月に箱や島南岸に停泊していたドイツ海軍の戦艦、ティルピッツが撃沈され、 兵士1000名ほどが戦死したことを除けば、戦火に巻き込まれることはなかった。戦後トロムソは無傷であったために、フィンマルク県からの難民を大勢受け入れた一方、物資が他都市に投入されて成長が停滞する。しかし1964年にトロムソ空港が開港、1972年にトロムソ大学が開設されて、水産業及び学術の都市として、 急速に発展する。1964年、トロムスイスンとウルスフヨードお及びヒルズイの大部分を合併して現在に至る。トロムソという名前の起源には諸説ありよくわかっていない。ノルウェーにはトロムサという名の島や川が散見されるので、水流を意味するこのルド語、ストロームはから陰王語によくあるエスモービレという現象で、 S, s が欠落した後に由来するという説がある。また西隣の配る島にトラマという特徴的な山があるため、もともとはこちらがトロムス島であり、それに対して小さいトロムス島と呼ばれていたのが縮まったという説もある。サーミ語での名前ロムスサはノルド語からの借用語で音音韻規則によって五島の t が欠落したものだと考えられている。 ノルウェー語での名前がサーミ語での名前に由来するという説もあるが、その場合ロムッサの起源は説明されないままである。トナカイの遺書は1870年まで遡るが、現在の紋章はホロバード・トレッドバーグが作成し1941年に採用されたものである。ノルウェーでトナカイやその角をあしらった紋章を使用する地方自治体は他にアイットフヨード、ポーランガー、 エンドリン、バザー、ウィグラムの5つがある。最高機関は、市議会バイスタイレットであり、これが、行政執行委員会、ホーマンスキャップと5つの常任委員会のメンバーを選出する議会統治制となっている。現在第1党は労働党である。オスロやベルゲンで実施されているような議員内閣制を導入すべきかどうかについては、議論があり、労働党、自由党、 保守党、進歩党は推進しているが、社会主義左翼党は反対している。北トロムス地方裁判所、ハロガランド高等裁判所がある。トロムソの総人口はノルウェー第8位、都市部人口に限っても10位に位置する。日本では北極圏最大の都市との記述が参見されるが、これは誤りである。北極圏最大の都市は、ロシアのムルマンスクであり、他にも、 ノリリスクなど、トロムソより大きな都市が複数存在する。ノルウェー人の他に代表的な少数民族として、サーミ人が暮らしている。サーミ語はかつては、トロムソ中で使われていたが、1900年代のノルウェー、語化運動により使われなくなっていった。現在のサーミ語の話者たちは、主に、ノルウェー北部の他の地域から来た人々である。サーミ人向けの幼稚園や、 サーミ語による学級があり、またウルスフヨードにはサーミ語センターができるなどしている。他にロシア人や土着及び移民のフィン人をはじめとして100以上の国籍を持つ人々が暮らしている。カトリック教会の信徒は350名余りしかいないが、カトリック教会の最北の指教座制度もあり、ヨハネ・パウロ二2世が1989年にこの小さな教会に滞在した。 世界最北のモスクも存在している。トロムソの港トロムソの企業のうち収益という点で大きいものは貯蓄銀行スペアバンク1ノールノーガーと漁業組合の販売部門ノージスレイフィスクラーグである。電力会社トロームズクラフトも重要である。製造業は比較的乏しく就労人口の4%ほどが従事しているに過ぎない。 飲料メーカーマックスワルブリグジェリーはこの町で最も有名なブランドであるが、それ以外にはコンピュータ産業、オイルフェンス製造、化粧品に使われる人産の抽出などが挙げられる。水産業は今もなお極めて重要でコルドフヨード、サメロイ、トロムピッチ、クバリベイガンなどでは様々な魚介が大量に水揚げされている。 ノルウェーの水産輸出品のかなりの部分がトロムソから出荷されており、企業だけでなくノルウェーの水産輸出公社も本部はトロムソに存在する。コングスベルググループの2社が衛星からの情報を受信している。雇用の半数は政府関連の職で占められている。この都市で最大の雇用主は北、ノルウェー大学病院でおよそ5000人の従業員がいる。 また2500人を雇用するトロムソ大学を、はじめとして、ノルウェー北極研究所、トロムス県庁及び、審議会、その他の研究機関などがある。1972年に、トロムソ大学ができてから、ノルウェー北部地方の学術都市として発展している。トロムソ大学は、かつては、世界最北の大学であった。トロムソ大学以外にも、各種専門職を養成する。 専門学校が数校存在している。公立の義務教育機関は、小学校が市街地に20校、郊外に5校、中学校が市街地に8校、小中学併設校が郊外に10校ある。また中等教育機関として、トロムス県が運営するトロムスデリーン高等学校、トルムスカイジ学校、ブレイバング高等学校、ブレイビーコ高等学校、 コングスバーキン高等学校、クバローヤ高等学校と、私立ギムナジウムフリスボルドプライビットジムナズがある。中心市街から3キロメートルほどの至近距離に、トロムソ空港がある。1日12便のオスロ便をはじめとして、ノルウェー各地への定期便があり、特にフィンマルク県への航空ネットワークのハブとして、機能している。国際線も存在する。 駅をモチーフにしたクラブや汽車を模したバスはあるが、鉄道はない鉄道はない。ノルウェー北部地方に鉄道を敷く構想は1800年代からあり、第二次世界大戦中にドイツ軍がヌールランセンを延伸する工事に着手したが未成に終わった。戦後ヌールランセンが暴動に向けて延伸された後、なるべくあるいはトロムソまでの延伸が何度も議論に、 なったが、結局実行に移されずに今日に至る。沿岸急行線が毎日寄港している。トロムソは、多東海に位置しているため、フェリー航路が各種開かれている。市内路線バスのほか、空港急行バス、長距離バスなどを、コマナー社が運行している。フィンランド南部のトゥルクに至る欧州自動車道路の起点である。トロムソ大学そばからトロムソ海峡トンネルをくぐり、 半島を横断して、フィンランドの西海岸を南下する。途中、ボールスフヨードでノルウェーを縦断する、欧州自動車道路と交差する。ノルウェー北部で最大の都市であるため、文化の中心地でもある。1840年頃からトロムソは、北のパリと呼ばれるようになった。ドイツ人、ゲオルク・ハートングは、旅行記に、ストックホルムは、スカンジナビアのパリにあたる。それより北では、 ドロムソだけがそう言える、と記している。当時パリは世界の中心であったため、あらゆる都市で何かをパリと比べることがよく行われていた。しかしそれだけではなく、水産業からもたらされる資金がドロムソに集中し経済成長と消費拡大が進んだため、流行の衣服などをオスロからではなく、大陸から直接輸入することが珍しくなかったことも理由の一つである。 トロムソ公共楽団の音楽館やハロガランド劇団による公演などの文化活動はクルトゥアフセットで行われる。美術館もいくつかあり、中でも北ノルウェー美術館ノードノースックカンストミューズムやトロムソ現代美術ギャラリートルムッサカンストフォーレニングは大規模である。1916年に建てられたノルウェー最古の映画館バーデンステイトロットは、 現在も使われており、1921年に地元の画家、スベッテ・マックが民話やおとぎ話の情景を描いた巨大な壁画がある。視聴者には映画館、フォーカス・キノやトロムソ図書館が同居している。現在はトロムソ大学を中心として学生の多い町であることから様々な若者文化が盛んになっている。トロムソ大学の学生により、 学生文化会館ドレブが運営されており、様々なイベントで利用されている。多くのエレクトロアーティストの出身地であり、また1980年代後半においては、ノルウェーのハウスやテクノの中心地でもあった。国際的に著名なアーティストとしては、ロイクソップ、バイオスフィア、ベルカントなどが挙げられる。レーベルビツアベスレコーズが活動しており、こうしたジャンルにとって、 トロムソが果たしている役割は未だに大きい。2005年にエイズについての様々な事柄を国際的競技事項にするためにネルソン・マンデラ主導で行われた46,664コンサートの6つの開催地の一つになったことで国際的な注目を集めた。地元の日刊新聞としてトロムス県の地方紙のオードラースとトロムソ地域紙 ブレイドット・トルムス里がある。クベン語とノルウェー語のバイリンガル新聞ルイジャン・カイクがほぼ月1回発行されている。若者向けのフリーペーパーグルス、学生新聞、ユトロピア、大学新聞トロムゼ・フレイコットも定期的に刊行されている。1月にはトロムゾ国際映画祭と音楽祭、ノードリース・フェスティビランが開催される。また1月下旬には曲屋が 明け太陽が姿を見せるサーダガンがあり、主に子供たちによって祝われる。毎年2月6日には国際サーミ人の日を記念してトロムソ大学と視聴者で式典が行われる。2月下旬にはラテンアメリカ文化祭ノーシエスタフィエスタがあり、映画、ダンス、音楽、美術などの展示や公演、討論会、出展、サンバパレードなどが行われる。夏には ロックフェスバックタトルムッサ、オープンウェアフェスティバルが、秋には、エレクトルフェスインソムニアフェスティバルが行われる。他にも夏には、近郊で、カールスイフェスティバルやリデュリデュフェスティバルがある。1970年代から、バーパブクラブなどが不営業時間も伸びていき、今では、合計2万人を収容できるほどの観楽街となっている。1万人の学生を抱える。 学生外であることがその理由であろう。ジャンプ台トロムソには多くのサッカークラブがあり、中でもトロムソイルはノルウェープロサッカーリーグエリテセリエン加盟チームである。バスケットボールのトルムッサストーム、男子バレーのビリケートルムッサ、女子バレーのトルムッサバレーなども国内一級リーグに所属している。6月にはトルムッサミットナイト3マラソンが、1月には ポーラーナイトハーフマラソンが行われる。トロムスや島を南北に縦断する照明付きのクロスカントリーコースがあり、大学のそばにはスキーのジャンプ台もある。ノルウェーのオリンピック委員会は2018年、冬季オリンピックの候補地としてトロムスを選定していたが、コストコを理由に誘致を断念した。仮に実現していれば、北極圏内で開催される初のオリンピックであった。 北極境界ーラリア中心市街には近代建築に混じって歴史的な木造建造物が集積しておりトロンハイム以北では最大規模である古いものでは1789年のものからあるが1904年にノルウェーの他の都市と同様に木造建築が禁止された最古のものはスキャンソンという13世紀の防壁以降に建造されたものである 1837年から鳩場にある北極圏博物館は北極狩猟や北極探検の拠点としてのトロムソの歴史を展示している。探検家ロアールアムンセンはトロムソから北極へと飛行して帰らぬ人となっており彼に関する展示も多い。トロムソ大聖堂は1861年に建てられたノルウェーで唯一木造の大聖堂である。北極教会は 1965年に建築家、ヤン・インゲ・ホービーの設計により、トロムソ中心部の対岸に建てられたもので、おそらくトロムソで最も名高い名所である。ヨーロッパ最大のキリスト復活を描いたステンドグラスがある。近くには、ストールシュ主体年山に登るロープウェイがあり、そこからトロムソや、周囲の島々を一望できる。1998年にできた、水族館、ポーラリアは、 中心部から少し南へ歩いたところにある。トロムソ博物館は大学付属でノルウェー北部の文化や自然を展示している。ここには世界最北の植物園アークティックアルパインボタニックガーデンがある。世界最北の醸造所プラネタリウムがある。クバローや島の南部スカブバーグには5000年前の彫刻が遺跡が見つかっている。カッコ内の都市は 姉妹都市関係の締結年である。ありがとうございます。